ヒョードル・リトケ1826から1829公開の航路、リトケを描いた、ソビエトの切手ヒョードル・ペトロービチ・リトケは、ロシアの探検家である。アラスカ沿岸を含む多くの探検公海を率いた、サンクトペテルブルクで生まれた。祖父はルター派を広めるために、ドイツからモスクワに赴任した、説教師であった。ルター派のドイツ語学校で学び、修正、プロテスタントであった。 母親は、ヒョードルの出産時に没し、10代の初めに父親も、失い、母方のおじから教育を受けた。1813年から、ロシア海軍で働き始め、1817年から1819年には、バシーリー・ゴロブニーンが率いるカムチャツカ号の世界一、修行会に参加した。1821年から1824年の、間は、 自ら船を引き、北極海のノバヤゼムリア沿岸、八海、バレンツ海の東部を探検航海した。1826年から1829年の間、サンクトペテルブルク科学アカデミーのために、セニャービン号を引き、世界就航航海を行い、科学者として、動物学者のハインリヒホンキットリッツ、植物学者のカール・ハインリヒメルテンス、 好物学者のポステルスが乗船した。1826年8月16日に、セニア・ービン号は、クロンシュタットを出港、コッペンハーゲンでスタニューコビッチのメラー号と合流し、ロンドンに停泊した後、単線で大西洋を航海し、1827年2月末に、希望ミネに至り、チリ沿岸を北上し、当時ロシア領であったアラスカを探検し、9月にカムチャツカ、 ペトロパブルフスクに到着した。その後、カロリン諸島とオガサーラ諸島を調査して1828年5月にカムチャツカに戻った。その年の夏はアバチャ湾やベイリング海峡を調査し、シベリアのアナリリ川まで北上した。その後、マニラを経由してヨーロッパへ戻り、フランスのミナトルアーブルに1829年5月に到着し、 パリで探検隊の隊員は有名な科学者たちと夏を過ごし1829年9月16日にクロンシュタットに戻った。この体験公開では、ベイリング海の西部海岸、プリビロフ諸島、小笠原諸島、北アメリカの現在のアラスカの海岸やカロリン諸島を調査し12の新しい島を発見した。1830年の夏、メルテンスとセニャービンゴで、 アイスランドの探検を行おうとしたが、隊員にチフスが発症し、接岸できぬまま9月に帰還した。1855年に海軍大将となり、1866年に伯爵に除海した。1829年にサンクトペテルブルク科学アカデミーの会員、1855年に名誉会員、1864年に会長を務めた。 1836年には、デミドフ賞を受賞した。ロシア地理学会の創立者であり、副会長を二度務めた。ありがとうございます。